奈義町の新しい仕事の形を未来へ。ママさん世代でありますとかシニア世代の方から長時間は難しいんですけど短時間だったら働きたいなという声が結構上がったそうなんです。で、事業所さんや企業さんのちょっと人手が不足しているところのニーズも多いということが分かりまして、そこでこちら の仕事園ができたという流れになっています。町民の方はどなたでも無料で登録していただいて面談と行って、私たちスタッフが詳しくヒアリングをします。ご依頼いただいた方にもヒアリングとしっかりしてそこをマッチングさせるんですけれども、なんか都合のいい時間に働けるならちょっと行ってみようかなっていう感じで登録をしました。この週は午前中だけは大丈夫とかっていう場合があったりするんですけど、学校行事ですとかね、そういうのに割と柔軟に対応していただけるというか、自分の来れる時間に来れるっていうのがいいですね。文字に起こすテープ起こしですとか、その企業さんのポップを書いたりですとか、ここの外に出てするのは農作業とかお掃除とか、あと受付業務などをやりました。やっぱ子供を連れてこれるっていうメリットが一番大きくって、自分のお小遣い稼ぎをしたいっていうのがあって、子供も見ながらできるし、子供もここで楽しみながら結構遊ぶのも楽しいし、ここに来るのことを楽しみにしてたりもするので、移住してきてやっぱり周りに知り合いがないっていうことと、やっぱり年齢的にも高いので、自分が今住んでるところで何か仕事ができて、そこで人とのつながりができたらいいなっていうのがありました。広報誌の入れ込み作業をしてますね。それはもう3年間続けてきてるんですけども、周りにいろんな方と年齢層幅広くいろんな方と知り合いができたので、よかったと思います。凪のいいとこ、未来へ。